頑張れサリバン。神様、もう少しだけ待ってくれ。あの爆発は古い CIT の廃墟からだぞ。マクドナウ市長、あいつがインスティチュートの人造人間の一人と一緒にいるところを見た。パイパーは正しかった。あいつは奴らの仲間だ。マクドナウが人造人間？どうすれば。何を突っ立ってる。医者を呼んでくれ。マクドナウが人造人間。サリバン、誰かどうにかしないと。2発やられた。しかもエレベーターから落ちた。もう無理だ。何があった、ダニー。市長室のあたりを巡回していたら叫び声が聞こえた。最初は市長がトラブルに巻き込まれたと思ったんだが、その後市長を見つけたら人造人間と一緒にいた。金属の部品を使った古いタイプのやつだ。市長はこんなことをされる筋合いはないとかなんとか言っていた。そこで二人に気づかれた。エレベーターに向かって走る前に2回撃たれて落下したのを覚えている。その後はよく覚えていない。ほら、このスティムパックを使え。ありがとう。少しマシになった。もしよかったらしばらくここにいたい。市長に2回も投票したのに、その間もずっとインスティチュートとつるんでたっていうの？足を折ってしまえばいい。もうドアがびくともしない。くそ、マクドナウがドアをロックした。パイパー、鍵がない。何か中に入る方法があるはずだよ。それ以上近づくな。助けて、この人狂ってる。簡単に使い捨てにされてたまるか。私は市長だぞ。くそ。マクドナウ市長、手助けはする。でも人質を解放してからだ。その人を放せ。わかった、解放しよう。今からどうするか教えてやるよ。無傷でこの町から出ていく。私の風格を保ったままな。簡単に責任逃れはさせない、マクドナウ。やったことの責任を取ってもらう。この町から自由の身で出ていくか、今ここで皆殺しにするかのどちらかだ。胸クソ悪い野蛮人どもな。それからどうする、マクドナウ。インスティチュートには戻れない。ここにもいられない。でも私には才覚がある。どうにかする。もう行かせてくれ。血は十分流されただろう。不憫なミスターサリバンも報われないぞ。わかった。ここから出て行ってもう帰ってくるな。私だったら逃げる。遠くまで。このボロボロの街が懐かしくなるだろうな。いや、ならないか。これであの大嘘の自由なんだった。ナタキのメール記事を書かないと。ダイヤモンドシティはやっと真実を知ることができる。結局市長はインスティチュートによって人造人間と入れ替えられてたのか。どれだけ長いこと見当違いな理由であいつに怒ってたんだ。いや、パイパー、片付けないといけないことが山積みだよ、ブルー。また後で連絡して。ジェネバー、もうちょっとで殺されるとこだった。熟して収穫時だな。